マーシャル・クルイロフは、ソビエト連邦、ロシア連邦のミサイル追跡艦で、マーシャル・ネデリン級ミサイル追跡艦の2番艦。計画名は1914.1計画で、暗号名はザディアーク。艦名のマーシャルは、原水の意味で、その名の通りソ連邦原水であるニコライ・クルイロフの名前から艦名が取られた。艦内の資料室には、クルイロフの写真や文書、 死没が展示されている。ソ連閣僚会議の命令により、マーシャル・クルイロフと命名された本館は、一番館、マーシャル・ネデリンの改良型として、バルスドプロク中央設計局の主任設計士、ドミトリー・ソコロフの指示の下で設計された。1982年7月24日に、アドミラルティゾー戦所で寄稿された。 マーシャル・クルイロフは1987年7月24日に浸水し、浸水式では、クルイロフの孫娘であるマリーナ・クリロバが、艦の命名者となった。浸水式で割られたシャンパンの瓶は、艦のご夫として、現在も艦内で展示されている。1989年7月9日、マーシャル・クルイロフは竣行し、初代艦長に、ユーリミハイ・ロビチピルニャックに当艦長、 および測定施設長に、アナトリー・グリゴリエヴィッチ・ポベレズニー参島艦長が就任した。1990年2月23日、マーシャル・クルイロフは収益しソビエト海軍機が掲揚された。回収された、スペースフライトヨーロッパ・アメリカ500のカプセル、マーシャル・クルイコフは認知である、沿海地方に向かったが、当時のソ連船舶が沿海地方に向かうのに用いていた。 北海航路ではなく、スエズ運河を通過して、沿海地方に向かった。1990年7月9日、マーシャル・クルイロフは、低傾向で、閉鎖都市であるペトロパブロフスク・カムチャツキー50に到着し、クラシェニンニコフ湾に停泊した。1992年、マーシャル・クルイコフは、プレセツク宇宙基地から打ち上げられた、民間宇宙飛行の試験機、 スペースフライトヨーロッパアメリカ500のカプセルを回収する任務に当たった。マーシャル・クルイコフはシアトル沖 300km の太平洋上でシーステート7の高天下に大気の上カプセルを回収してシアトルに搬送した。この時の航行は本級に外国人が乗り込んだ唯一の航海である。2004年マーシャル・クルイコフは RT-2PM の最大射程発射実験に参加し、弾頭の監視測定に従事した。2010年4月24日、サンクトペテルブルクの記念館、アブローラで、マーシャル・クルイコフ収益20周年を祝う式典が開催された。式典には、退役軍人や造船業者、遠征航海の最初の乗組員が参加し、退役軍人会を代表して、 ミサイル追跡艦クルイコフ20周年メダルが艦長に授与された。2011年8月27日には、ボレー型原子力潜水艦、ユーリー・ドルゴルーキーから発射された R-30 の所定地点への弾着を監視した。2012年10月、マーシャル・クルイコフは、ウラジオストクのダルザボート造船所で入居の修理を完了し、 太平洋艦隊の原子力潜水艦による ICBM の発射とロシア北東部でのミサイル艇による発射演習に関する測定を実施して11月1日に母港に戻った。この2週間の航海は太平洋で約2000マイルに及んだ。2013年マーシャル・クルイロフの乗組員は戦勝記念日太平洋艦隊創立282周年。 ゲンナジー・ネベリスコイ帝徳セーター200周年の記念イベントに合わせて館内を公開した。館長である一等館長イゴール・シャリーナは招待客を館内を案内して測定、通信設備の修復計画を発表した。改装中のマーシャル・クルイロフ2014年10月8日、マーシャル・クルイロフは修復と近代化改装のためにビルチンスクを出港し、10月17日には ダルザボート造船所に到着した。入居して回収作業が行われ、推進機構や機器の再装備を行い、対応年数の延長と集中利用の機能強化を図った。特に宇宙船の追跡や測定、通信のための機器を更新して、新たに設置されたボストチヌイ宇宙基地の機能を利用できることが期待された。この間、2015年2月23日には、 マーシャル・クルイロフ収益25周年を祝って国際宇宙ステーションに滞在中のロシア人クルーがメッセージを寄せた。2016年6月にはレドームを取り外しての通信設備の交換が行われた。2018年の秋に修理と近代化が完了し、マーシャル・クルイロフは再収益した。2019年8月24-25日には 宗谷岬西方約 130km で6隻の軍艦を伴い航行しているのを海上自衛隊が確認した。2020年9月14日には、宗谷岬東北東約 160km で太平洋艦隊機関のスラバ90秒艦バリアークなど5隻と艦隊を編成して成功するのを海上自衛隊の早ヤブ型ミサイル艇、熊高が確認したマーシャルクルイロフは、 太平洋艦隊北東軍集団の第114水域警備艦旅団に所属している。ソ連時代にはシビール型ミサイル追跡艦をはじめマーシャル・ネデリンとマーシャル・クルイロフを合わせて8隻のミサイル追跡艦を有したが1990年に姉妹艦のマーシャル・ネデリンが事実上の退役状態となり1991年から1994年にかけて シビール型ミサイル追跡艦がすべて退役して以降、マーシャル・クルイロフは、ロシア海軍唯一のミサイル追跡艦である。また、民間の衛星追跡船も退役した2006年以降は、ロケットや人工衛星、宇宙船を観測できるロシアで、唯一の船舶である。AB、怒り上げ、ロシア造船業の溶乱の地。2019年8月4日閲覧。 abcd ノーマンポルマー、編著、マチョ、トシオ、夫、分け、ソ連海軍辞典、原書房1988年 ISBN4 から 562019751P448abcdefghij19141?2019 年8月10日閲覧 abcdefgh2019 年8月10日閲覧 2019年8月10日月欄。税税303120132019年8月10日月欄。税税2019年8月10日覧。ファイ、h t t p s コロンスラッシュスラッシュ primamedia.ru スラッシュニューススラッシュ393841スラッシュ2019年8月10日つらん月欄。税25 2019年8月14日閲覧。ニュースフラッシュ我学国近海に中路軍艦が相次いで出現。世界の艦船第911州回忍者 P129 ロシア海軍艦艇の動向について統合枠領幹部。 h t t p s w w w m o d g o j p j s p r e s s p r e s s 2 a 2 a p r e s s p d f p 二千二十万九百十五零一 pdf 二千二十年九月二十七日閲覧。ウィキメディアコモンズにはマーシャルクルイロフに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。